Select your character. この調子なら何の問題もないな。あれ？ちょうど見かけてよかったよ。それよりどうしたんだ？飛行機落とすなんてテールスらしくもない。新型のテスト中だったんだ。動力伝達系にミスがあったみたい。飛行機なら預けといたらトーネードがあるだろう。今度はもっとすごいのを考えてるんだ。それもあって、ほら、オスエメラルド。うん、7つのうちの1つが手に入ったんだ。無限のパワーを生み出す不思議な石、こいつをなんとか動力源に使えないかと思ってね。そうだ、僕の工房に行こうよ。見せたいものもあるしさ。ミスティックルインにあるから、駅から鉄道で行けばすぐだよ。クレットね、ジェットのパワーで空を飛ぶスピードが上がるのよ。ソニックにテイルス。ドクターエッグマン。いかにも、わしこそこの世に並ぶもののない天才科学者ドクターエッグマン様じゃ。久しぶりだな。しばらくはおとなしくしていたがな、これからまたちと忙しくなるわい。また何か悪いことを始めるつもりだね。今度という今度はわしの邪魔はさせん。おとなしくカオスエメラルドを差し出せばよし。さもなくば、さもなくば力ずくで奪い取るまでよ。
じゃ。このレチョコまたぞ。ちょうどにもない隙あり。しまった。よし、カオスよ、これを受け取れ。カオス？あれはあの時の。にあった通りじゃ。ソニック、このカオスはカオスエメラルドを与えるたび強力に変身していくのだ。7つのエメラルドを全て集めれば究極のモンスターに成長する。こいつを使ってステーションスクエアを破壊し、そこに我が理想の都市エッグマンランドを建設するのじゃ。よし、カオス、次のエメラルドを探しに出発じゃ。怪物がどんどん変身していったら大変だぜ。エッグマンの思い通りにさせるもんか。エメラルドを渡さないようにすれば今以上の変身はできないはずだ。トニック、先回りしてカオスエメラルドを集めよう。できる場所があるはず。探してみて。ステーションスクエア行き列車、まもなく発車いたします。
Come on, Tails! ソニック、カオスエメラルドは？一個は奪われたけど、前に取った一個は無事だ。あいつも必死だな。これでエメラルドは、エッグマンが二個、僕らが一個だ。負けていられないよ、ソニック。
ステーションスクエア行きでした。まもなく発車いたします。ナックルズ。何をするんだ。問答無用。そのエメラルドこっちに渡してもらおう。そうはいかないよ。やる。わしの口車に乗りおって、そいつはカオスエメラルド。わしも楽をしたいのでな、お前の性格利用させてもらったわい。どういうこと？もしかしてまたエッグマンに騙されたのか。 うるさい。単純というか、なんというか。これで4個目じゃ。カオス！ほれ！見たか、我が万能空中要塞エッグキャリア。まだまだカオスの力はこんなものではない。いずれ再び相まみえおうぞ。ソニック追いかけよう。僕の研究室が近くにあるから、グレードだぞ。ああ、ソニック。俺は他にやることがある。すまないな、ここまでだ。そうか、OK なコース。あんなやつ、俺たちだけで十分だぜ。よし行こう、テイルズ。ソニック、ちょっと待ってて。
なんか懐かしい夢を見たな。ソニックのおかげで僕は変わることができたんだ。ソニック？ソニックとはぐれちゃったか。くそー、やっぱり今までのトルネードじゃダメだ。エッグキャリアに対抗するにはあの新型機を完成させないと。それにはカオスエメラルドが必要だ。カオスエメラルドを探さなきゃ。あれ？僕砂漠にいたはずなのに。どういうこと？リズムブローチね。アクションボタンを押し続ければ連続尻尾攻撃ができるはずよ。行うもの、そば七つの混沌。あら、こんにちは。ご機嫌いかが？今のは。ああ、おばあちゃんが教えてくれた言葉よ。古い言い伝えなんですって。絶対忘れちゃいけないって。こう続くの。行うもの、そば七つの混沌。混沌は力。力は心によりて力たり。抑えるもの、そば混沌を滑るもの。どういうことを言ってるのかよくわからないけど、七つのっていうのが引っかかるのよね。あのエメラルドの数と同じ。エメラルド？あなた初めてお会いするわね。お名前はなんて言うの？私はチカル。ちょっと待ってよ。なんだろう。おっと。
さえ持って帰ればトルネード2の完成は目の前だ。いよいよこの時が来た。試作機より強度を上げてある。理論的には問題ないはず。完成はしているんだ。あとはこれを。ソニック、今行くよ。
着陸だ。えん、しまった。どうした。点検した後は足がない。なに。わあ、近くで見るとますますとんでもないぜ。ソニック、安心してないで早くエミーを探そうよ。そうだった。よーし、 Here we go。 調子に乗るなよソニック。我が万能空中要塞エッグキャリアの真の姿を見せてくれる。あ、ポチッとな。すっごい連携したよ。ねえねえ、見た今の。シュー、これじゃあの環境まで行けないぜ。意地悪。おお見たか聞いたかびっくりしたかソニック。ここまで来たくはスカイデッキをくぐり抜けるのだ。しかし果たしてそんなことができるかな。面白い、やってやろうじゃないか。カモン。この先がスカイデッキだね。わあ、マンテル。なんだよ、これで終わりか。環境の方が怪しいよ。ソニック、上に行ってみよう。これさえあればもう用はない。ガンマよ。お呼びですか、ドクターエッグマン。あいつらを蜂の巣にするんじゃ。訓練の成果を見せてみろ。アイアイサードクターエッグマン、あとは任せたぞ。
ロボットさん悪い人じゃないんだよ。テイルスお願い、やめて。エミー、うん、わかった。エミーがそこまで言うならきっと何か事情があるんだよね。この船どんどん高度が落ちてる。時間がない、テイルスはエミーを連れて先に逃げるんだ。ソニックは？俺はエイクマンを追う。あいつを放っておくわけにはいかないからな。よし。エッグマン、ソニックはどうしたんだろう。カオスも倒され、エッグキャリアも沈んだ。こうなったらステーションスクエアを破壊するのに手段は選ばぬ。ミサイル発射されたら。それ発射じゃ。いやいや、爆発戦、己どうしたことだ。エイクソー、わしが直々に様子を見てきてくれる。大変だ、先回りして止めないとエイクマンがミサイルを爆発させちゃう。なんとか先回りしてミサイルを処理しなくちゃ。でも、もし僕が間に合わなかったらこの街が吹っ飛んじゃう。ソニックソニックと出会って僕は変わることができた。でもソニックの後ろを走っているだけじゃいけない。いつか自分自身の力だけで走り出さないといけないんだ。このわしについて来られるかな。あらばにゃ、テイルス。
な感じかな。エクマだ。先んじてミサイルを処理するとはやってくれたな、テイルス。この代償は高くつくぞ。大丈夫かな。お前ごときひねりつぶしてくれる。怖くない、怖くないぞ。僕一人だってできるんだ。おりゃ、うわ、おりゃ、うわ、あかっ、I'm gonna keep going, everything is alright.
Yeah.